新井岬公園より望む北見新井、岬北見新井岬の空中写真。1977年撮影の3枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。北見新井岬は、北海道江差市郡浜と別町と江差市町にまたがり、オホうツク海に突き出す岬である。 北を放つく同立自然公園内、北海道の浜頓別町と江差市町との境界線上に位置する。断崖の中原に島模様の灯台があり、岬より少し南下した江差市町側には北見新井岬公園があって、岬の全容が見渡せる。陶器には流氷が雪岩する。周辺は高山植物が豊富であり、数十種が群生している。 国道238号は三崎に沿って付設されていたが1999年に三崎を貫く北オホーツクトンネルが開通したため三崎を回る旧道区間は町道となった。江差市側は町道新井三崎線、浜トン別側は町道車内三道線。三崎先端から約600メートル江差し寄りの石積み溶壁が大規模に崩壊したため、 2017年6月5日から通行止めとなっていたが、2020年5月1日に通行可能となった。1985年までは、三崎を通る山道車内山道を国鉄高品北線が通っていたが、これは特定地方交通線に指定され、廃止された。現在も、三崎に海岸沿いを走る車道から一段高い位置に段が残っており、 かつての鉄路の跡を確認できる。神意は、アイヌ語の神位で、神、または神のような、崇高な存在の意。シャコタン半島には同じ名の神意岬があり、そちらと区別するため、旧国名である北見を関して呼ばれる。ピカのカの一つとして、2010年に国の名称に指定された。北見神位岬灯台は、北見神意岬の崖の斜面の中原に立つ灯台。 1962年12月8日発展当。網走ののとる岬灯台から、輪っか内の宗谷岬灯台までの沿岸において、初めて建てられた灯台である。灯台のすぐ下には、1985年まで、高品北線が通っていた。ありがとうございます。